パイナップルは好きな方です。どうも、ヒトポンだよ。お前パイナップルよりもステージ全カットしたリンゴの方が好きだろ、霊夢よ。はい、というわけで大滝登り、確か大量コンボが狙えたわず。正直ぶっ通しでプレイしてるからもう疲れが来ているせいでちょっとずつプレイが雑になってる。っていうかもう後半めちゃくちゃだからね、体力霊になったこともあるし。普通プレイしていけば実力はついてくるから上手くなるはずなんだけどな。このゲームやってた人はわかると思うけどめちゃくちゃ腕が疲れるんですよね。適度な休憩、とても大切。しかしセーブできないプラスパソコン落ちたら取り直しだから休憩する暇もなくプレイしてるからね。死ぬわ。まあとりあえずコンボを切らさずにゴールまで行くぞ。あ、そういやこんなギミックあったな。うん、確か何かやってはいけないことこれだー。バカじゃねえの。なんだろうね、最近霊夢が厳しくなってる気がするんですが。ツッコミの強化よ。このチャンネル俺以外ほとんどツッコミなんだからさ、これ以上増やさなくても。というわけで今度は海のステージですね。しかし海は嫌いなので全カット。またか。気になった人は実際にプレイ。は今じゃ厳しいか。ゲームキューブじゃなくて Wii で代用できるし。Wii は2000円もあれば買えたからね。問題はソフトとタルコンガがあるかだけど。厳しくね。すげ。こいつなんか苦手だった記憶があるわ。まず避けるのはいつものこと。あら、もうカウンター入れれるのか。意外と簡単。まあ比較対象が昔の記憶だからね。実際にやってみるとなんか違うってのはあると思う。なんか複数回避けた記憶あるんだけどな。違う敵だったかな。今更本気出されてもお前もう体力85だぜ。まあどうやって攻略するか覚えてないわけだが。いて。1回、そして2回 ?3 回目を避けてカウンターか。ダメージを食らったけどまあいいでしょう。さすがに動画時間短すぎな。というわけでバードマンレースはただ単に競争するだけのステージなのでカット。4人の大勝利。ちなみにバードマンは好きだけど今回は休憩なしだからマジできつい。というわけでサボテン鉱山、とても同じ王国ないとは思えないんだけど。そこに突っ込んじゃダメでしょ。もうここら辺まで来ると覚えてるステージと覚えてないステージの差が激しいよ。ちなみにここはこれっぽっちも記憶にございませんね。あ、やべ。記憶云々の話じゃない気がするんですが。気にしてはいけない。あれだよね、落ち着いてみるとこいつ意外とやべえ生命体よな。植物の体に鶏の頭、キメラ。ガチの化け物じゃねえか、ツタか。大抵ツタがあるステージってコンボが多いイメージがあるからな。ここもコンボをつなげていくステージなんじゃない。しかし上を見たところコンボをつなげれそうじゃないけどな。要するに勘違いってことさ。そういえば全ステージプラチナ縛りとかしないんですかってコメント来てたわよ。俺を殺す気か。おや、どうやらここら辺からコンボが続いてく感じかな。ご丁寧に中間地点がいるものね。バナナも落としい黒豚やで。あ、思った以上に飛ばなく。相変わらずのバッサリカット。っていうか、今回カット量ひどくね。実況できる部分が少ないんや。還元してくれ。あと純粋にあれ、プレイから時間が経ってるからか実況イメージが薄れてきてるってのもある。勢いで実況してる実況者の弱点よね。イメージが大事なんだよこういうのは。というわけでこのパート最後のボスはハッスルしてる鳥だね。間違ってはいないけどハッスルバードな。まあいくらハッスルしたところで所詮は雑魚なんですが。やめてあげてよー。おい待てカットしてる割にはものすごいポイント稼いでるじゃねえか。でへ。まあ余裕のプラチナですわな。っていうかこの時点で後半きつそうなのは察してるからもう死に物狂いでプラチナ狙ってるんですけどね。そんなにヤバいの。この時点で太鼓の達人の柔らか戦車をやった後ぐらい疲れてるからね。いくわからん。調べたら出てくると思うよ。というわけで今回はこの辺で終わりにします。それではバイバイ。